お元気ですか、ペルシアンと申します。今晩の夕飯はですね、こちらでございます、ね、乳麺でございます。今日はね、ちょっと暑かったのでね、さっぱりとしたものが食いたかったのでね、今回はシンプルで攻めました。で、そうめんですね。で、麺味ですね。で、少し今度は濃いめにしてみました。で、ちょっとね、鶏が手に入ったのでね、鶏をね、これ胸肉でございます。ちょっとね、ゆっくりとした私のね、独自のね、調理法でね、柔らかく仕上げました。で、お酒はですね、こちらでございます。レモンソーダのね、焼酎のレモンソーダ割りでございます。ちょっと舌噛んでしまいました。すいませんでした。で、これを食べてね、ゆっくりしたいなと思っております。で、本当はね、動画、上げない予定でしたけどね、ちょっとね、余裕ができましたのでね、ちょっとね、動画を上げることにいたしました。で、皆様ね、今後はね、今日からね、またね、料理動画もね、再開いたします。そしてね、プロ野球動画、プロスポーツカード動画もね、随時とね、再開いたしますので、よろしくお願いします。またね、土曜日のライブね、お疲れ様でした。そしてね、来ていた皆様もありがとうございます。来週はですね、6月の19日の13時の予定でございます。ね、予定によってはね、少し早まるかもしれませんけどね、もし来れる方がいらっしゃいましたら、私のね、ペルシアンチャンネルのライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。本日もね、お仕事お疲れ様でした。明日はね、火曜日でございます。私はね、有給休暇を取って、ゆっくりしたいなと思っております。ですね、お仕事をなさっている方もいらっしゃると思いますのでね、体調管理やね、怪我、例えば病原菌、またはね、日射病や、ね、食中毒にもね、お気をつけてね、お仕事をね、頑張ってください。よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。